はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、今回からファイナルファンタジー2をやっていきます。まあもう早速いきましょう。ニューゲームで、主人公格の4人、フリオニール、マリア、ガイ、レオンハルト、これはもう全てこのままでいきましょう。じゃあ全て決定でいきます。長く続いていた平和が、てかオープニングあるんだね。ファミコン版だともういきなり黒騎士との戦闘から始まるけど、帝国軍、これ皇帝？なんかちょっと頭でかくね。あまりかっこよさがないんだけど。炎がボムになった。パラメキア帝国の皇帝が魔界から魔物を呼び出し、世界征服に乗り出した。反乱軍はフィン王国において立ち上がった。なんか今一人逃げてったんだけど、こいつがあれか、おとりになってしんがりを務める。その間に女王は逃げる。辺境の町アルテアと撤退した。フィン王国に住む4人の若者たち、敵の攻撃によって両親を失い、必要な敵の追手から逃げ続けていた。ここで黒騎士との戦闘か。アイテムはない。ブロードソードとバックラー持ってんだ。これ別にさ、兵士とかじゃないね。普通の民間人だよね。まあ民間人でも剣と盾くらいは持ってんのか。マリアは多分弓持ってるからね。でもさ、モンスターが現れたのってパラメキア帝国の皇帝が呼び出してからだよね。まあ斧とか弓とかは、まあ、狩りをしてから持ってるかもしんない。でもソードを持ってんのは、ソードと盾持ってんのはちょっと違くないか。6ヒット789、0380か。あれマリア後列じゃなかったっけ。後列も攻撃食らうのか。ちょっとシステム的にね、ファミコン版くらいのものしか分かんないんで。ミユ助かりますか。強い生命力を感じます。じき意識を取り戻すでしょう。深い傷を負って倒れているのを見つけた。連れ帰った時はもう助からないかと思っていた。命に別状はありません。マジかよ。あれだけの攻撃を受けて命に別状がないのすげえよな。魔法陣が生命力を増幅させている。そっとしておきましょう。安心しました。会議に行きましょう。みんな集まっている頃です。バフスクで建造中の大戦艦、あれが完成したら敵の総攻撃が始まる。黙って見ているわけにはいかない。手を打たないと。回復した。ここはみんなは、あ、そうか、自分だけか。レオハルト、マリア、ガイ。てかこの二人はさ、さらに早く回復してたの。めっちゃすげえな。ガイも無事だったか。レオンハルトは、フィンの王女、俺たち助けた。レオンハルトいなかった。そうか、大丈夫、生きてるさ、きっと。あの状況下で、まあ、普通に考えたら生きてるとはなかなか思えないよね。元気になったんですね。本当に強い生命力を持っているのですね。あなたが助けてくれたんですね。ありがとうございます。ぶしつけではありますがお願いがあります。私たちを反乱軍に加えてください。それはなりません。まだ戦いに不慣れなあなた方では無駄に命を落とすだけでしょう。自分の町へお帰りなさい。家はもうない。攻撃を受け両親も。そうですか。しかし反乱軍に加えるわけにはいかない。帰る場所がないならアルテアで暮らしなさい。合言葉さえ覚えておけば自由に暮らせるでしょう。ノバラ、覚えよう。ワードシステム、尋ねる。ノバラ、フィン国の紋章、強く美しき繁栄を願う大きな意味が込められている。
囚われた人々がフィンに集められ苦しんでいるという噂も耳にします。マリアの兄レオンハルトも行方知れず、フィンの町に捕らえられているかもしれません。フィンも魔物のうろつく危険な町、簡単には近づけない。ミンウが、あなたたちを助けた白魔道士、彼に話を聞いてみるといいでしょう。ん？これか。私には君の運命が見える。その行く末は私の運命とも深くかかっている。まずはフィンへ行くのだ。反乱軍になっちゃダメって言ってんのにさ、フィンへ行かせられんの？合言葉を早速使っているな。そうやって人々の声に耳を傾ける。そうすれば重要な情報も手に入れることができる。私からのアドバイス、聖堂に行けば死んだものを生き返らせることができる。フィンにたどり着くまでの間、誰かが死んでしまったときは焦らず近くにある聖堂を引くと、まあ、人が死んだらめちゃくちゃ焦るけどね。兵士、東にパルムがある。カヌーがないといけません。じいさん、フィンに行くのかやめなされ。帝国の魔物たちがうろつく危険な町、北にカデアという小さな村がある。そこに行くのがやっと。命を助けられた魔法人のある部屋に行きなされ。冒険者に役立つ情報を教えてくれる人々が集まっている。初心者の館か。あ、ここ会議室なんだ。会議室って感じじゃないよ、別に普通に王様のいるところみたいな。カシオ王国のゴードン王子、アルテアに身を隠している。何があったのか知らないけど自信を失っている。宝箱回収していこう。ポーション、金は？そういえば400円持ってる。ヒルダ王女はアルテアに逃げてきましたと。傷を負った王様の代わりに反乱軍の指揮を取っている。王様の部屋ってここだっけ。先の戦で腰に矢を受け、じゃね、矢を腰に受け、腰に受けたのか。まあさすがに立てないよね、そうすると。さて、じゃあ一応400円で何ができる。防具屋に行こう。で、防具はなんだろうね、 FF2 ってあんまり重いもの装備したくないんだよな。防御力っていうよりは回避率の方が重要だから、とりあえず装備は今装備してるもので大丈夫か。そのままフリオニールは剣を使って、で弓って外した方がいいのかな。ちょっと分かんないな。ファミコン版だと魔法を使っていくと力とかが下がっていくからね。まずケアルは重要でしょ。で、あと買えるのが2つ。いや、ちょっと金残しておきたいから、まあサンダーでも買っときますか。で、サンダーとケアルを覚えさせます。あと熟練度上げ、レベルシステムではないんで熟練度を上げていく感じになるんだけど、ちょっと戦闘をしましょう。で、いや、あくまでちょっとファミコン版の話だけど、戦う1回やると熟練度が1上がって、で100貯まると、なんていうの、レベルが上がるみたいな、剣レベルが上がるっていう、そういう感じなんだけど、ここだけ一回やってみよう。で、サンダーで、3番目のやつはキャンセルができないんでしょうがない。盾で防いでくるな。マリア後ろにいたよね。ちょっと一回これ戦われちゃう。まあいいや。で、弓が1上がってるかどうか、でめっちゃミスんな。サンダーも2上がってるかどうか。いや、待って待って、なんだこれ、メーターでめちゃくちゃ上がってんだけど。え、どういうこと、そういうシステム。力が上がったね。マジックパワーと魔力が上がった。9ギル18ギル4ギル37ギルってこれ何、1人ずつ金持ってんの。っていうかめちゃくちゃ振れ幅があるな。4ギル同じ敵だったもんね。同じ敵で4ギルと37ギルの差がある。ちょっと熟練とか分かんねえ。メーターシステムか、じゃあ分かんねえわ。盾は盾で上がってる。てか、ガイとかもさ、盾装備させた方がよくね。両、両利きっていうかさ、なんていうの、
両方に武器持たせる必要はないよね。え、魔法はサンダーどうなってる。あ、こんな感じか。だとヒットポイントは減れば減るほど戦闘が終わった時に上がりやすくなるんだけど、3、4、ちょっと待って、自分を攻撃して20当たるかどうかだよな。でサンダーでちょっと敵2体倒しておこう。魔法はちょっと怖いからな。でも16か。いやマジで当たんねえ。17結構危険だ。じゃ17だったらガイもいけるはず。ヒットポイント上げたい。パリアちょっと食らうな。ミスで、あんまり上げすぎてもね、ちょっと FF に関しては良くないんで、剣レベルアップ、盾レベルアップ、斧レベルアップ、早っ。よし、ヒットポイント上がった。マリアはマジックパワーと魔力、ガイヒットポイント上がった、体力も上がった。ちょっと俺の知っている FF2 と勝手が違うな。強くなるやり方がいまいち分かんない。ケアル、これさ、熟練度上がる？あ、上がるか。それは上がるか。で、1ヒットポイント1マジックパワー1円のはずなんで、そうだよね、減ってる分だけ金がかかる。どうしようかな。じゃあ少しちょっと稼ぎをやってみます。というわけで、ちょっとヒットポイントとか上げました。まあフリオニールとマリアとか、マリアの方がヒットポイント高くなってるし、60代で、ガイが125ですね。なんか倍くらいあるな。まあこれでちょっと進んでいきましょう、先へ。でやってみた結果なんだけど、魔法と武器はなんか両立できそう。今のところ下がってないからね。あと熟練度が今3まで来たんだけど、なんか3から上がんなくなっちゃった。やっぱ敵が弱いからかな、そこは分かんないけど。で弓の熟練度が多分これで上がるかな、どうだろう。あと毒は戦闘が終わったら治る、それはマジで助かる。で弓レベルがアップして3になったんだけど、こっから上がんなくなる。力が上がった。そう、力が上がっても知性とか下がんないから、あ、それはいいかな。完全なる魔法キャラじゃなくて、後ろから最悪弓も打てるっていう。まあ一応マリアは魔法中心に育てていきます。正直ね、指外して素手の方が良かったんだよね、そのファミコン版とかは。お、マジックパワーアップ、いいね。魔力もアップ。じゃあこの村へ行きましょう。まあ、行く意味はないけどね。ガテアの村、ここあれじゃん、最初燃やされてたとこじゃん。大丈夫なの。で道具屋さんは多分これどこも品揃えが一緒のはず。一番左はそんなに高くないやつで、真ん中はちょっと高いのが売ってる。で一番右、ここはもうエリクサーとか売ってるから、フェニックスの方が売ってるのもいいよね。フェニックスの方が売ってないのって FF3 とかだっけ。なんかめちゃくちゃ貴重品だった気がする。フィンの城は帝国軍に占領されてしまった。町も兵や魔物がうろついていて危険。ガテアやアルテアまでは帝国軍の手も伸びていない。大戦艦が完成したらきっと。っていうか、ここがまださ、落ちてないのがすごいよな。めちゃくちゃ近いところにあるのに。川の鎧。いや、鎧はいいか。帽子とか装備すべきか。重そうだな。バックラーさ、ちょっと一個あっとこう。ガイに装備させよう。別に斧は大丈夫だよね。てか、なんでバックラー一個持ってんの？攻撃力下がるんだ。回避率がただ超上がるからな。装備しとこう。これ外すと、じゃあちょっと待って、バックラーバックラーじゃなくて、これ絶対外すの。こうか、ブロードソード。バックラーを外すと、あ、攻撃力上がるね。まあ上がるけど盾は重要だから持っておこう。あれ、ここ教会じゃん、もしかして。
ピンの町外れに酒場がある。マスターは一人逃げ遅れて帝国兵相手に商売を続けている。武器屋特にないと思うんだよね。ジャベリン命中率がちょっとだけ高い。回避率とかあるんだ。アクスは攻撃力が高い割にやっぱちょっと命中率が低い。まあ、このまま同じやつ使ってって全然いいと思うんだよね。では北のピン王国目指していきましょう。どうしよう、サンダーさんレベル2になったからマジックパワー2勝持つんだよね。上がらないな、やっぱりもう3から上がらなくなってる。これは地域的なものかな。敵が強くなれば熟練度も上がる。でここは熟練度3が打ち止めっていう、分からんけど縦レベルが上がってる。で今回は本当にサンダー、ファイヤー、ブリザードとか使い込んで強くなっていくタイプなんで、ブリザラとかね、サンダラとかサンダガとかそういうのはない。ひたすらサンダーを鍛えていく、まあ、そういうシステム。縦レベルアップ、熟練度早いうちはポン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 上がっていくな。そしてマジックパワー意外に少ないからな。2ってことはあと10回しか使えないでしょ。入りましょう。フィンの町、帝国兵だらけ、近寄らないように気をつけて行動しないとと申しておりますが、ちょっとセーブをして帝国兵に話しかけます。貴様ら反乱軍だな、キャプテン。いや倒せないんだけどね、一応そういう感じですっていう。32、0、576、こいつ倒せるくらいの実力があれば結構いいアイテムとか落とすからね、それで稼ぎができるっていう。まあ、ただそれ全然足元にも及ばない。殲滅した。というわけでこいつらは無視していきましょう。ホーネット3体、敵は雑魚だな。てかマリアが、まあ、一応弱いながらも攻撃に参加できるっていうのは結構でかいな。攻撃しても下がらないよね。そうで、こっちの裏の方に酒場があるんで逃げてった。どういった、ゴチャ死なないか。力が上がった。いやマリアこれ魔法戦士タイプいけるんじゃないか。斧はやっぱ攻撃力強いね。先制攻撃、これは盾はどうすればいいんだ。盾を使えば熟練度が上がるのか、それともダメージを食らえば熟練度が上がるのか。いや回避率めちゃくちゃ高えな。でこれでちょっとヒットポイントが減って上がってくれればいいんだけど、力ばっかり上がってる。害とか体力と力すげえな。ちょっと回復させよう、ケアでね。いつの間にか減ってんな。こいつはみんなサボりばっかじゃねえか、キャプテン。カウンターの中に入ってきちゃ困るよ。まったくもう。ああ、君たちは反乱軍だったのか。この壁の向こうに隠し扉がある。奥に傷ついた兵士がいる。俺はどうするかって、こんなところはもうゴリゴリ。うまくやってくれるといいよ。逃げてった。簡単に逃げられんだな。誰も引き止めない。キャプテンども、あ、宝箱ある、回収しよう。ポーションポーションポーション、俺を帝国に売るのか。それならせめて殺してからにしろ。生きたまま捕まりたくはない。そうか、君たちは反乱軍だったのか。私のラスコット、カシオンの王子。あなたが討ち死になさったと聞きましたが、よかった、生きていたんですね。だがもう長くは持たない。君たちに頼みがある。弟のゴードンに伝えてほしい。お前には素晴らしい力がある。もっと自分に自信を持て。それからフィン王に伝えてくれ。フィンが早々に敗れてしまったのはボーゲン伯爵が裏切った。奴は今帝国の将軍。
それからヒルダに愛していると。いや、これは伝えないでくれ。死ぬ人間の告白など彼女を悲しませるだけ。兄をレオンハルトをご存じありませんか？知りません。リングを持って行ってくれ。きっと役に立つはずだ。長く話したせいかだいぶ疲れた。少し眠らせてくれないか？ってか、なんでベッドから立ち上がったの？無理しすぎだろ。今の絶対無理がたたったよね。リング、これ何の役目があるんだっけ？ただのイベント用アイテムだっけ？ま、そんな感じで、じゃあ帰りますか、アルテアへ。ではアルテアに戻ってきましたので、ちょっと魔法だけ買おう。今サンダー使ってるけど、ブリザードとファイヤー、これも買っておきましょう。で覚えさせる。でケアルとかだったらフリオニールガイも覚えておいて損はないと思うんだよね。まあまだいいや。この子供なんだ。トブール、腕のいい鍛冶屋、最近元気がない。恋の悩みか、よくわかるよ。さて、じゃあ王女様に会いに行きましょう。大事なもの、リング、スコットのもの。彼は生きているんですか？死にました。そうですか、何か言ってませんでしたか？いえ、何も。リングを受け取ってください。いいえ、あなたが持っていなさい。勇気あるものにふさわしいリング。フィンに潜入し生きて帰ってくる。なかなか腕が立つようですね。ぜひ反乱軍に力を貸してください。現金のやつだなこいつ。魔法金属であるミスリル、強い戦士を必要としている。あ、覚えた。尋ねるミスリル。戦いに敗れたのは装備の違い。ミスリル製の武器や鎧を使っていた。サラマンドに住むヨーゼフという者に調査を命じた。何があったかは知らないけど連絡が途絶えた。ミウと共にサラマンドへ行ってくれませんか？話は聞いていた。ずっと君たちを待っていた。カヌーを使うといい。私のって私物なの？そしてその私物をくれるとは、太っ腹だなミウ。まあ、なかなかあれかね、女王の多分側近だから、側近白魔同士だから給料はいいのかね。大戦艦を建造している。バフスクの人々を使い大戦艦を建造中。大型の飛空艇で武器もたくさん積まれている。フィンの白騎士のリーダーだったシドという男によって作られた飛空艇。彼は飛空艇の魅力に身も心も奪われ、フィンから去ってしまった。残念なことです。ポフトの町で旅人から金を取り飛空艇に乗せている。飛空艇の性能もその金によって日々成長向上している。すげえな。研鑽を行っている常に。飛空艇のためならば。でミウは白魔同士でかなり強いんだけど、白魔同士だから攻撃用の魔法がないんだよね。いらなそうなのをちょっと捨てよう。フィアだな。いらないでしょこれ。決まってる。他バリアとかバストナ、レイズは絶対必要、エスナも必要。一応まあ使うかって言われたらちょっと微妙だよね。沈黙、忘れる。沈黙と忘れるって何が違うの？テレポも一応持っておきたい。いやフィアでいいや。よし、でちょっと魔法買ってあげるか。ブリザードにしよう、なんとなく。ブリザード。では装備したまえ。ではカヌーをゲットしたので東の町へ行きますか。町というか村というか。でじゃあブリザードとか回復してねえな、寝てねえやん、よく考えたら。ブリザード、あれなんかさ、マスもう一個ない？忘れなくても大丈夫だった。魔力の沙汰。
全然金持ってねえな。まあいいや、このまま強行しよう。近いから。船がある。げえ。敵が出てきた。同じブリザードでもやっぱり魔力の差でダメージが違うな。パールムポフトまで30握る安。まあちょっとここを見ていきましょう。まだ帝国の攻撃を受けてはいない。帝国もなんか侵略遅いよね。ガテアの町一つ落とせないとは。やだもうってそんなん言うんだ。あれ、バフースクサラマンド、そっか帝国に占領されてたよね。どういうルート取ってるんだ。パルムは自由な町。あたいと一緒にここで暮らさない。いや、めちゃくちゃ積極的だな。金目当てか。ケアル、ブリンク、プロテス、シェル。どうしよう。いる？ちょっとわかんねえな。回避率上げるのは結構いいかもしんないけど、300円、それなりに高い。まあ、ちょっと覚えておこう。防御とかなんか変わってるかな。ただ街はまだ先にあるからね。いいや。重さそういえば書いてないな。結構重さが重要なんだけど。だがメイザーと水に変わらない。とりあえず当分は初期装備で。ミスリルが手に入るまで初期装備で大丈夫かな。靴は話したか。靴は話したか。寝よう。寝て船で旅立とう。歩いていけるんで別に船使う必要ないんですけど、まあせっかくだし船で行きますか。30握るってめっちゃ安いしね。1ギルの価値が分からんけど。これしかも船ってさ、一回停泊したらそのままだよね。これ歩いて帰ると船ないんで、やはり船で移動した方がいいな。ポフトの町。というところで、じゃあ新しいところに来たので次回はこの続きからやっていきたいと思います。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター版、やっていきますので、よければこの先もご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。